私にも協力させてください。できることならなんでもします。お前、大型トラックの運転は？はい。瓦礫の撤去作業に丸一日動き続けるスタミナは、怪我に対して適切な処置を行う医療知識は、数千人分の食事を効率よく準備した経験は、この国の国民はほぼ全員が訓練済みだぞ。お前は他人の幸せを願うしか能のないただの善人だ。だからお前は何の役にも立たんだ。役に立ちたければ黙って私を寝かせて早めに働かせることだな。その方がお前が死ぬまで働く。